はい、まず一つ目のコーデなんですけど、ジャケットを結構かっちりと着てワントーンのブラウンベージュでまとめたコーデになります。あとヒールのあるローファーとか、あとジャケットと、あとプリーツスカートとかでちょっといい子ちゃん風というか、あのお仕事とかにも着ていけるようなお洋服にしてみました。ピアスはゴールドで、基本的にアクセサリーはゴールドでまとめて統一感を出しております。このバッグ本当に可愛いユニクロです。しっかり物も入るのでおすすめです。2コーデ目はですね、 GU のこのライトブルーのニットを主役にしたコーデになります。ワンサイズ大きめのサイズを選んで、スカートにインせずちょっとダボっと着てみました。足元はちょっとブーツでタイトにすることで、そこまでなんだろう、着膨れせずにウエスト締めなくても着られるかなと思います。ブルーが映えてお気に入りのコーデです。アクセはパールだったりとかでちょっとモチーフをつけてドットと合わせてみました。はい、続いてのコーデは大人っぽくグッと引き締まるブラックをバッグとあとトップスニットで取り入れて、あとは柔らかいベージュで合わせました。フィット&フレアのこのシルエットが結構好きなので、上半身ピタッと下半身ふんわりのコーデをよくすることが多いです。この GU のジャケットが本当に万能で、ぜひおすすめしたいです。ハルヒロインのゴールドのフープピアスがめちゃくちゃどんなお洋服にも合うのでよくつけています。ちょっとお姉さん風になりますね、ブラック入れると。はい、続いてのコーデは、これも GU の、ワンピース、ニットワンピースを主役にしたコーデで、少し普段着ているワンピースよりもミニ丈なので、あえてロングブーツで合わせて肌見せなく大人っぽく合わせてみました。このワンピースすごくシルエットが綺麗で、程よくこうなんだろうな、アイラインがすごく綺麗なのにラインを拾わないので、うん、めちゃくちゃ便利だなと思います。丈感も今年っぽいなと思いました。絆創膏してますね絆創膏してる。はい、リングお気に入りでよく使う、お姉ちゃんからプレゼントでもらいました、去年。時計はアガットです。はい、続いては5コーデ目ですね。5コーデ目は春ヒロインのジャンパースカートをちょっと主役にしたかったので、シンプルな GU のリブニット、タイトなリブニットと合わせてみました。このジャンスカウエスト調節がサイドベルトで可能なので、このジャンスカも本当に人気で、3色とも私も結局迷って決めきれず3色ゲットしました。小物はジャンスカのこのダークネイビーに合わせてちょっと暗めのブラックで合わせてシックに着られるようなコーデを組みましたこのジャンスカ本当に優秀で、ちょっと寒くなったらタートルネックとかも合わせると真冬もしっかり着られるので、ハルヒロインでも今季一番人気だったワンピースでした。6コーデ目はブルーのトップス着た時と同じドットのスカートを合わせてベージュとホワイトでちょっと大人っぽくしてみました。これ結構好きなコーデで、今っぽくするならロングブーツすごくおすすめです。このね、色も絶妙で、超すごいね、可愛いおしゃれなグレージュカラーですごく可愛いです。チャールズ&キースのバッグすごい収納力が抜群ですごくおすすめです。荷物多い時はだいたいこのバッグを持っています。アクセはこれは淡水パールのシンプルなピアスですね。バイバーイ、イエイ。ちょっと前後差ある丈感なので前だけインする着方がお気に入りです。
7コーデ目はユニクロのこのミニスカートを合わせたコーデですね。あのトップスは6コーデ目と同じニットの色違いですね。アイボリーの方を着ています。でこのスカートすごい可愛くて、なんかね程よくあのストレートなんだけど若干フレアになってて、うん、下半身気にされてる方とかはすごく着やすいミニスカートだと思います。ぜひ今っぽく合わせるならロングブーツとかおすすめです。あとタイツにローファーとかでも可愛いかなと思って、そういうコーデも今後したいなと思っております。それではさよなら、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。